今日はとっても大事な危険な女性の悪性ナルシストの特徴と対処法についてお話しします。その人物が男性であれ女性であれ、相手がどのタイプのナルシストに当てはまるか見抜くことは非常に重要です。悪性ナルシシズムを持つ悪性ナルシストは時に危険で破壊的なので、サインを見逃さないように今から特徴と見抜き方をお伝えします。まず悪性ナルシストとは、ナルシストの中でも重度とされるほどナルシシズムが強く危険なタイプのナルシストです。英語ではマリグナントナルシストと言われていて、マリグナントは悪性または悪意に満ちた、極めて有害なという意味が含まれています。本来ナルシストとは自分が特別であるように振る舞って、他者から自己陶酔を搾取して周囲の人たちを振り回す自己中心的なパーソナリティ障害を患っている人、もしくはその傾向がある人のことを指します。悪性ナルシストに限らず、ナルシスト全般的に見て自己愛型の人は尊大な自己重要感を持ちます。さらに傲慢な態度や行動が目立って、人を利用したり他人を尊重しない特徴があります。悪性ナルシストはこの尊大な自己重要感、誇大性、特権意識、共感力の欠如といったオーソドックスなナルシストの性格特性を持ちつつも、他にも様々な特性を有する特殊な種類のナルシストであって、欧米では少しずつナルシストに関する知識が広まっていく中で、日本ではまだ知名度が低い印象があります。自己愛性パーソナリティ障害に関する情報は普及しているものの、種類別にはそこまで分けられておらず、悪性ナルシストと関わると自分に及ぶ影響もそこまで知られていません。その上、タイプ別によって対処法も違ってきますので、今自分が対処しているナルシストがどのタイプに当てはまるのかということを把握することで、今後の対策に役立つこと間違いなしです。悪性ナルシストは結構職場や家庭内にも潜んでいますが、初対面では見抜きにくいケースが多いです。では次に、そんな悪性ナルシストはどんな人たちでどういう危険性があるのか見ていきたいと思います。実は悪性ナルシストはサイコパスの一歩手前とも言われています。サイコパスはサイコパシーという要素を備えている人たちで、精神医学では反社会性パーソナリティ障害に分類されるんですね。一般的にサイコパスは良心を持たず、他者に思いやりを持ったり共感することができません。他にも人を愛すること、誰かに対して同情すること、または自分自身が恥や罪悪感、後悔といった感情を抱くことがありません。つまり悪いことをしても自責の念に駆られることや道徳がないので、他者を傷つけても平気ですし、一部のサイコパスは共感力の欠如によって社会性に貧しい傾向があります。彼らは自分とは正反対の共感力の高い人を狙います。モラルに欠けていることから、それが友達や大切な存在であったとしても相手を騙したり自分の利益のために人を傷つけることに躊躇しません。衝動的に攻撃して他人の安全を軽視します。他にも法や社会のルールに従わずに無責任な言動が目立ちます。また悪性ナルシストはマキャベリニズムという要素を備えていることが多く、嘘が巧妙で上手に会話を交わして口が達者なことが多いです。それに加えて悪性ナルシストはサディスティックな要素も持ち合わせます。サディスティックな傾向が強い人は一般的にサディストと呼ばれます。サディストは他者の苦痛を快感に感じる人のことで、要するに人の苦しみから喜びを得る人です。まとめると、悪性ナルシストはナルシシズムだけではなくて、サイコパシー、マキャベリニズム、サディズムの要素が混じった破壊的なナルシストであるということなんですね。ただし、ナルシストは男性と女性とでも特徴が異なる場合があります。特に女性の悪性ナルシストと関わっているとき、男性の悪性ナルシストよりも嘘や心理的操作が巧妙なこともあって、女性の悪性ナルシストは非常に見抜きにくいと言われています。まず女性の悪性ナルシストは競争心が非常に強い特徴があります。
よく他者と比較したり、自分が一番でないと気が済まないほど競争心を燃やします。自分が最も重要で特別な人物だと周囲に評価されていないと攻撃性が増すので、自分よりも相手が優れていると感じたらためらいなく相手を攻撃することがあります。また周囲に特別扱いを求めて特別扱いされないと不機嫌になって怒りをぶつけたりするかもしれません。もし誰かが自分よりも目立っていて周りの人たちにチヤホヤされていたり、誰かが自分が欲しいものを持っていたら、彼女たちはどういう行動を取るのかというと、ターゲットを貶めるためにわざわざ計算してターゲットの周りの人間関係を壊していくんですね。具体的にはターゲットの評判を下げる言動を繰り返したり、ありもしないことを周囲に言いふらして周りの人たちに悪影響を与えるような行動をするのがアクセナルシストです。スミヤキャンペーンはアクセナルシストからすると、他者を落とすことで自分の評価が上がるので、自分の功績を上げる方法として最も手取り早い方法ということが言えます。ターゲットに関する嘘情報を流して、事実の中に細かい嘘を混ぜ込んで、その人物がいかにも悪者であるかのようにほのめかすわけです。自分の欲望を満たすためにターゲットを蹴落として、相手の周囲からの信頼や地位をなくす行動を取るようなやり方で社会で勝ち抜こうとします。彼女たちにとって一番の優先順位は、人に喜んでもらうことよりも自分が勝利することです。アクセナリシストは良心がないので、平気で恐ろしいこともできてしまいます。2つ目の特徴は、人間関係でトラブルを引き起こします。アクセナリシストは人と人が競うのを見るのが好きです。理由は自己陶酔というエネルギーを得ることができるからなんですね。わざと周囲の人たちが揉めるように仕向けたり、アクセナリシストはトラブルメーカーであって、例えば誰かの旦那さんと付き合って家庭を壊したり、友達の友達に嫉妬して悪口を吹き込んで不仲になるように状況をコントロールすることを楽しみます。こうして人と人とを敵対させて問題を引き起こした張本人なのに、自分が迷惑を被ったように振る舞ったり、わざわざ犠牲者を演じるわけです。そして頻繁に嘘をつくので、会話の中に矛盾が多かったり、大げさに話して同情心を煽ったりなど、相手の感情を支配することを得意とします。次の特徴は、他者の苦痛を喜びに変えます。誰かのネガティブな出来事を聞いた時に喜んだり生き生きしているのを見たら、彼女たちは自己陶酔を得ているので、非常にサディスティックの要素が強いナルシストである可能性が高いかもしれません。特に自分の気持ちが踏みにじられた時とか、屈辱を感じた時、気分を害された時など、自分は相手に見下されていると感じた時には、相手に苦痛を与えようと攻撃を仕掛けてくるかもしれないということを予測しておくことが重要です。例えば被害者がショックを受けている時、相手弱っている時を狙って攻撃をしてくることが多いので、彼女たちに心を操られないように、落ち込んでいる時やメンタルが疲れている時などは注意が必要です。これはターゲットの精神を壊したり、自分は相手を困らせているんだという支配欲やパワーを得られていると感じた時に、それが喜びや楽しさに変わるという非常に病的な精神状態であります。当然ながら、それがバレないように相手に同情をしたり、一緒に悲しんだ姿を見せて協力的な姿を見せつけることもあります。ですが、アクセナリシストは自己愛性パーソナリティを持つので、自分の目標を達成するために心理的操作でターゲットをコントロールした後に、ターゲットを油断させたところで虐待や嫌がらせ行為を復活させます。最近攻撃されないなと感じたら、間違いなく別のところで自己陶酔を補っているということになります。例えば他で新しい彼氏ができたとか、いじめの対象が変わった、周囲から十分な注目や称賛を得られているということが挙げられます。アクセナルシストは単純にその人物を気嫌いしているという理由でターゲットを選んで嫌がらせをしているのではありません。自分よりも相手の方が優れているかもしれないという競争心や不安、相手に負けたくないという競争心、負けたかもしれないという敗北感、相手が優秀であることから感じる嫉妬など、相手をいじめることで得られる高揚感など、様々な感情が混ざり合って
ターゲットへの攻撃性に変わるわけです。したがって悪性ナルシストはとっても冷酷で、人々の生活を妨害する恐れのあるパーソナリティです。ですがナルシストからするとそれはエンターテインメントの一つで、あくまで人をいじめる行為は快感を得る目的で行われます。次の特徴は人によって態度を変えます。悪性ナルシストがグループ内でみんなと仲良くすることは不可能です。基本的にナルシストは対人関係でも好き嫌いが激しくて、自分と気が合う人には媚びを打って仲良く接するのに対して、自分が気に入らない人に対しては見下した態度で接してエゴ引きする言動をします。非常に冷酷で、最初はターゲットを理想化して自分の元から逃げないようにコントロールするんですが、ターゲットとの距離が縮まるにつれて相手を過小評価しだして、最終的には容赦なく捨てるなんていうことも珍しくありません。悪性ナルシストに限らず、ナルシストは人と健全な人間関係を築くことができません。また虐待的な悪性ナルシストは外では子煩悩を演じて、家ではモラハラなど裏と表の顔をうまく使い分けるんですね。具体的に分かりやすい例を挙げますね。いじめの主犯格は実際学校だと先生、職場だと上司、家庭だと親と厚い信頼を得ていることが多いですよね。でも優等生である顔をしていますが、実は虐待的で冷酷な人格を持つ危険なタイプの人であるということです。周囲の取り巻きには自分に従うようにお世辞を言ったりごますりをしてコントロール下に置きます。また反対に利用できると思った目上の人には上司や年上という立場をうまく利用して自分を優位に立たせようとするわけです。悪性ナルシストは人に対しての扱い方がものすごく極端で、相手のためではなくて自分はすごいと思われるための行動で周囲を振り回します。ちなみに男性のナルシストでも社会的な地位の高さを手にしたいという思いが強いですが、女性のナルシストもステータスを気にする傾向があるそうです。次の特徴は規則を守りません。悪性ナルシストは反社会性パーソナリティを持つ危険なタイプです。ということはそもそも社会のルールの重要性を理解していないんですね。よって決められた約束や規則を平気で破るんです。よくあるケースでは、多くのナルシストは他人のお金を騙し取ったり、他人の身元を利用して詐欺をしたりなど犯罪行為に手を染めます。悪性ナルシストが友人だと家に泊めると何か金品がなくなっていたなどを経験することがあるかと思います。他にも恋愛関係だと彼氏や彼女に嘘をついて自分に貢がせた後急にいなくなったり、悪性ナルシストは人に嘘をついて騙して盗みをする常習犯であると言えます。次は暴力を振ります。そんな悪性ナルシストは非常に虐待的で、精神的だけではなくて身体的にも傷つけることがあります。また自分が加害者にもかかわらず被害者を悪者に仕立て上げて加害者にすることがあります。他にもよくあるのが、離婚が決まった時パートナーを虐待の加害者に仕立て上げて警察や弁護士、裁判官に嘘の証言をして親権を獲得するなど DV をでっち上げるケースが非常に多くて、視聴者さんからDV 冤罪についても動画で取り上げてほしいというようなコメントが多数寄せられています。 DV 冤罪は自分が不利にならないようにとか、自分にとって都合のいい条件で離婚を進めたいがゆえに被害者を加害者にして事実ではないのにあたかも事実であるかのように虚偽の証言をして本物の被害者を不利な状況へ追い込むので、妻が悪性ナルシストの場合は夫にかなりの悪影響を及ぼす可能性があります。ではもし悪性ナルシストと結婚していたり友達だったり家族に悪性ナルシシズムを持つナルシストがいたらどう対処すればいいのか、3つの対処法をお伝えします。まず1つ目の対処法は、決して相手がナルシストであるということを伝えないことです。万が一その人物がナルシストだと判明したとしても、決して相手がナルシストであるということを本人に指摘しないでくださいね。理由はこちらが相手の正体を見破ったことで、正体がバレてしまった悪性ナルシストは復讐してくるからです。2つ目に大切なことは、彼らを刺激しないことです。
たとえ悔しくても、もし相手が一般的なナルシストのタイプではなく悪性ナルシストの場合は、競って打ち負かそうとせずにおとなしく一歩下がることが最善です。彼らにとって最もつまらない人間になるのがナルシストに対しての一番有効な対処法です。執念深いナルシストを敵に回してしまうと、悪性ナルシストは復讐心が強いことからストーカー化して付きまとわれることもあります。したがって悪性ナルシストにはなるべく接触しないことです。次の対処法は、相手を変えようとしないことです。ナルシストに自分がナルシストであるということを伝えて分からせた方がいいですかという質問をよくもらうんですが、もし結婚生活や学校内とか家庭内で問題が起きていて、加害者が自分に問題があるということを理解していたとすれば、すでに自分の人格の問題を知ろうと調べたり治療のために努力しているはずだと思います。自分に非があるということを自覚できないのが自己愛性パーソナリティ障害の症状の一つです。私たちが彼らを変えることはできません。こちらが相手を正す必要はありませんし、彼らの問題行動を相手に説明して納得してもらおうとするということも非常に難しいのが自己愛性パーソナリティ障害の人との人間付き合いです。今まで彼らを変えようと、自分の気持ちを分かってもらおうと必死に説得したり、彼らが変わることを期待されていた方はかなり多いと思います。ナルシストは自己修正の能力が低くて、自分の問題を他人の誰かの責任にして現実逃避する人たちなので、残念ながら彼らが変わる見込みがないと理解することはナルシストを扱う上でとっても大切なことです。私たちは彼らを変えることはできませんが、自分自身が変わることはいつでも可能です。ナルシストに攻撃された時にどのように立ち回ればなるべく自分が影響されないか、相手を変える努力を続けるよりも、こちらがナルシストに関する理解を深めて賢く戦っていけるかの方が大事だと思います。ではどのようにして戦っていけばいいのか、どうすればナルシストに打ち勝つことができるのか、経験者である私がアメリカの最新のナルシスト対策を分かりやすく解説した動画をメンバーシップ会員の皆様にお届けしています。ぜひ概要欄からこのチャンネルのメンバーシップに参加して、自分自身を取り戻すための第一歩を進んでみてくださいね。最後になりますがお知らせです。今後も有益な動画を皆さんに配信するためにクリエイター支援を募集しています。現在使用しているパソコンが古くなってきてしまったために、編集やアップロードなどの動画投稿が困難になってきてしまっています。ご支援いただける方は概要欄のリンクからクラウドファンディングの詳細をご覧いただけます。寄付につきましては、アカウントやログインは不要で簡単に行うことができますので、このチャンネルを応援したいという方やご支援いただける方は、概要欄のリンクからご確認いただければと思います。それでは、この動画が役に立ったと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんの感想や体験談、現在頑張っていることや目標などあれば、他の視聴者さんも知りたいと思うので、ぜひコメント欄で教えてくださいね。この動画が気に入っていただけたら、こちらの動画もおすすめです。では次回の動画で。